柔道男子日本代表監督の鈴木啓司さんが主催する子ども向け柔道教室が関西で初めて神戸市長田区に開校することになり、今日体験会が開かれました。アテネオリンピック金メダリストで柔道男子日本代表監督の鈴木啓司さん、来月4日に鈴木さんらが講師を務める子ども向けの柔道教室が長田区に開校することになり、体験会は教室に近い大正筋商店街で開催されました。柔道ない人、初めてやる人、今日9名参加者の中にはこれまで柔道をしたことがない子どもが多くいましたが、講師たちから投げ技を教わると、いいですね、うまくなった、4くる、いいです、向こうに来る、そうそうそう。自分より大きな体の大人を投げ飛ばします。子どもたちは最後に金メダリストである鈴木さんに投げられる貴重な体験をしていました。楽しかったです。楽しかったです。僕自身が学生時代ずっとファンだったんで、まあ、子どもがこういう形で教えていただいてすごい嬉しくなっていう気持ちです。兵庫県、日本を背負っていく子どもたちの力に少しでもなれればなと、心と体の強さ、こういったものをしっかりと身につけていく、そして強い人間というのは必ず優しさを持つべきだと思いますので、強く優しい人に成長してもらいたいなという思いを持って指導していきたいなと思います。新長田アスタ国塚内の鈴木啓司柔道アカデミーは来月4日に開校します。